日に日に秋が深まり11月を迎えました。教会歴では諸聖人のお祝いを迎えた日から死者の月、霊魂の月、あるいは魂の月とも呼ばれています。この一月は亡くなった人を思い祈るとともに死を思う時、それは同時に命、生き方を思い考える時でもあります。死は終わりではなく永遠の命への始まりであると、希望を見出すことができますように。この時を大切に祈りのうちに過ごしたいものです。山々は冬の支度を始めているかのようです。季節の移り変わり、人生の流れの中で時には絶望を感じる時にも、
この世を去った人々への祈りの中で、聖霊を信じ、聖なる不変の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じますと祈りたいものです。神への信頼と信仰心が強まり、希望へつながるように願いつつ、祈りのひとときを終わります。